カホの、あなたが海底神殿の人だったなんて、なんで私が魔法を覚えるのを手伝ってくれたの？実は私、あの浜辺で歌の練習をしながら海底神殿に来たい人を探してたんだ。お客が来たらおじいちゃん、大司祭はゲームを必ずやるから、それに勝てば地上に行けてアイドルになる夢を叶えられるから。夢？じゃあ私を利用したの？ん？違うよ。頑張ってるノエルを助けたかったのは本当だし、そんなノエルと友達になりたかったのも本当。でもここからはゲームの対戦相手として正々堂々と勝負だよ。いやよ、私たち友達でしょ。うん、自分の譲れないもののためにぶつかり合って、それでも笑い合えるのが友達だよ。歌魔法マザーララバイ。何この魔法、このままじゃ。水創生魔法海流の巣。お、やる気になった？歌魔法破壊のビート。ほらほらノエル、守ってばっかじゃ勝てないよ。何するのよ。魔力を放っただけでこの威力すごい。あれ、何やってんのノエル。私このくらいの攻撃へっちゃらだよ。ちゃんと狙いなさいよ下手くそ。うるさい。攻撃になるとまだコントロールできないのよバカ。違うよ、ノエルはもう魔力のコントロールはできているよ。無意識に人を攻撃しないようにしてる。人を傷つけたくないんだね。でもそのままでいいの？ノエルは何のためにここに来たの？何かを叶えるために来たんじゃないの？戦って勝ち取らないと何も叶えられないよ。私はみんなの役に立ちたい。分かったわ。